31 seconds and we're gone for auto sequence start. Sensor. 8月12日、水曜日夜7時を回りました。インターフム897お聞きの皆さん、こんばんは。 DJ のカートゥーンです。ここからの1時間は生放送でお送りするニュープログラム、センサー。センサーとはダンス、ミュージック、ファッション、ストリート、スポーツなど東京と世界のカルチャーをつなぐキュレーションプログラムです。グローバルに活躍するクリエイター集団がお届けする最新情報発信局を目指していきたいなと思っています。番組はタワーレコードによる音楽キュレーションメディアタワードワーズや日本最大級のダンスミュージックポータルサイトクラベリアなどインターFM897以外のメディアともコラボして音楽インタビュー番組初の情報など総合発信してきます。他のメディアとも有機的に、ね、つながっていくことで日本のシーンをクリエイティブを盛り上げていく、それがセンサーです。さあ今夜はタワードワーズの発起人小峰隆さんを迎えしてアートと音楽という切り口でお送りしていきたいなと思っております。さあメールテーマですけれども、皆さん、まあジャケ買いしたことある？実は僕めちゃくちゃ DJ 始めた頃はほぼ全てジャケ買いだったという形で、ね、だってわかんないんだもんみたいな、親父がねいろいろ持ってたりとかもしたものから、もちろんロックとかわかるんですけど、ヒップホップとかレゲエとかもう全く全然わからなかったんで、ほぼ全部ジャケ買いしてたんですけども、まあ使えないレコードもたくさん家の実家に今もあってですね、床が2階の床がきしみそうなんですけれども、まあ皆さんもジャケ買いしたことある、これはまあレコードだけじゃなくて CD も含めてデジタル音源も含めてなので、ということをテーマにメール募集してみたいなと思っております。メールアドレスは ss@interfm.jp です。まあジャケ買いをしたことによって、なんかこうなんだろう、全然こう知らなかったアーティストを知るというきっかけをもうまあもらうことってたくさんあるかなと思うんですけれども、まあその中でこうジャケットをデザインした人は誰だとか、そのジャケットの写真を撮った人は誰だとかいうところから、まあ非常にこうアートと音楽の関係性みたいなことを考えたりとか、僕一時期名古屋の芸術大学で講師もやっていたことがあるんですけれども、その講師でやってた時もやっぱり音楽家の人とこう芸術家の美術のちょっと全然違う人たちがそれぞれ聞いてたんですけど、そのやっぱりこう芸術というものに対しての捉え方が音楽やってる人とその美術をやってる人、まあ、違ったりとか共通点があったりとか、まあそんなところの話とかも今日できたらなと思ってますし、まあ、小峰さんからはどしどし今日もスーパー面白い切り口でお話もいただきたいなと思っておりますので、まあ、さっさと僕のジャケ買いエピソードからの一曲いきたいなと思っております。まあ、モアックスっていうレベルを知って、DJ シャドウを僕が知ったという、経験から1曲目はこの曲いきたいなと思っております。ロスト&ファウンド、 DJ シャドウです。You said to me, I'm out of my mind. We'll be right back.
さあこちら DJ シャドウ Lost and Found、 まあ1994年ね、モアックスというジェームス・ラベルさんがやってるレーベルからリリースされてるんですけど、僕は多分5、6年後にこのレコードに出会っていて、未だに覚えてる国立のユニオンで出会いましたね。これもうヒップホップはもう全然知らなかったから、まあもちろんこう DJ といえばね、ヒップホップスクラッチとかもあるんだけど、初めてスクラッチに興味を持ったのもこの DJ シャドウモアックス の、 あのレーベルのこのグラフィックがかっこよくて買ったんですよ。僕はあの裏腹カルチャーが大好きで、グッドイナフとかエイプとか来てたん で、 でそっからあのそういうのが好きで、たまたまジャケ買いしたこのモアックスレコードのジェームス・ラベルさんはエイプとかあのニーゴさんとかと仕事をしてる人だっていうのを知って、僕はこうヒップホップにも傾倒していくというジャケ買いエピソードでございますね。さあここでいきますかね、今夜のゲスト、タワードレコードが立ち上げるキュレーションメディア、タワードワーズの時に小峰隆さん登場です。イエイイエイ、どうもタワーレコードの小峰です、よろしくお願いします。今ずっとタイミング見計らってましたよ、ね、もうなんかずっとカートゥーンさんが僕の目を目に向かって話しかけてきて、これ喋っていいのか喋ってよくないのかよく分からなかったのタイミングちょっと紹介してから困ってでもさっきもう曲紹介してる時に紹介してもあの登場してもよかったかもしれないですけど、僕だから生まれた年が1994年なんですよね。やばい。いやちょっとびっくりしましたよ。意外にあるからね、俺と小峰くんはね。そうですね。年の差が意外とあるのかないのか分かんないですけど、そういうのがいろいろこの番組で確かめていきたいですね。いや、間違いない、そこら辺も探っていきましょう。はい、そうですね、これは文化じゃないですかとかなんかいろいろ探っていけたらいいですね。いや、まずはあのセンサーまだまだ、始まったばっかりなんで、タワードワーズがどんなメディアなのかというのも説明していただいてもいいですか。はい、じゃあ紹介させていただきます。タワードワーズっていうメディアなんですけど、タワードワーズはですね、タワーレコードが始めた、キュレーションメディアとなっておりまして、ですね、このストリーミング自体大量に音楽ある中から、まあ、あのその中からセレクトしてキュレーションしてお届けするメディアとなっておりまして、 YouTube を拠点に活動しておりまして、毎週 4、5 曲ですけどね、あの楽曲に合った画、写真を背景にして、いつもご紹介しているメディアになっております。で、アーティスト側からですね、サブミットフォームっていうのがありまして、アーティストさんがこのタワードワーズで紹介してほしいっていうものを受け付けているメディアになってまして、そういう、アーティストさんもぜひ、ね、どしどし募集しておりますので、タワードワーズサブミットフォームって、Google とかで検索していただければ出てくると思いますので、お待ちしております。ちょうどタワードワーズもその小峰さんが写真を選んで、そうですね、ね、ロゴをこうつけて YouTube 上に流していってるわけで、はい、ある意味その写真が雰囲気がいいからっていうところから入ってくるあのリスナーの人とか、まあ、音楽ファンもタワードワーズにはいるわけで、これもまた一つのなんていうんですかね、ジャケ買いの、ジャケ買い、そうです ね、そこの一個の点になるかもしれないですね。タワードワーズっていうのがまあジャケットになって、小峰さんが選ぶその写真がその、なんつうの、はい、アートというか芸術というか、まあ、そこの一つになるわけです。なんか写真の選びにポイントあるんですか。いや結構淡い感じであったりとか、その曲調に合うその例えばメローなものだったらメローですごい海岸、西海岸系のサウンドだったらやっぱり海沿いの写真であったりとかを使ったりとか、なんかそうテイストとしてはやはりその画像にちょっとレトロ感があったりとか、まあ、ちょっとそこら辺の淡さが出てるものをピックアップしてたりしますね。でもそのタワードワーズ使ってる画像ってさ、その写真ってこう写真家さんから募集したりとか知ってる。そうですね、自分で撮ったやつもありますし、アマチュアの方からサブミットフォーム、写真もサブミットすることもできるんですけど、いやすごいね。最初のローンチした時にはあの写真家の方から募集して、いただいたもののストックがありますので、それを使用していただいているものになってますね。いやもうタワードワーズの話バッチリできたので、ここから一発タワードワーズが紹介しているアーティストでセレクトお願いしたいんですけども、はい、今回はちょっとまあジャケ買いっていうことで、まあ、ちょっとアートと音楽に関係することでですね、1曲目はFaded Old City の 4-4 Not Found と、8 Mile Aliens の Exotica を、2曲続けてお聴きください。
Coffee in my cup, Tokyo City flash dance, Aliens on the car, yeah. Play the tune, 夢で会う君とディスタイ踊る日に引き込むタクシー、オンダタクシー、いつもクールそんな日々。ジュエル光るレディの首と俺の指無数のラブ。俺と俺のフレンズならば知っているぜ、スローボーイ。入り組んだシティ、交差するハービー。このシーンドウェイ、音にフォーリングローマニー。バーニングローワディ、グラスツステリー。そんなダイス繰り返しエアマニー。ユーのポロに履いたデニムレディア6ユーのライト。同じ街でグロー、同じ時をロックスリーライト。それが今はイルマティック Let's play this night Yeah 1, 2, show the trick Cut a 4, low This night, our real さまよう、エリスムーそこに重ねるシルエット先はシル Yeah 横にグッドレディ重ねたイメージ音と共にマイクワンキープやセレ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 された街角のサン To revive new sun エッジの効いたグラフィックでたぎる name new one Shine 赤く染まるスカイいつかの日をフラッシュバッシュ一切の東京シリーダウンタウンサクセス俺は常に耳を澄ましてるいずれ上がるそのステージ今は序盤のマイクテンス上から下までなぞり切り踏みにじる屍あの歩道橋からのスタンス今も変わらねえ決して売らないソールとホーミーこれがマストなりエッジ繰り返す中身薄いカーストつまり俺
ルの白ライムに間違いはない。酒にウィードが目の前を流れていくクラブナイン、濃いスモークで曇る視界、今は前を見る、yeah. ハーフィー2019最後のレコーディング、ワールドオブザデッド、俺は今夜も遊ぶ朝まで No pain no gain、 あとは上がる時を待つだけ。 Yes, one, two, show the three, cut a four, love, this the eight, our real彷徨うエリスム、そこに重ねるシルエット先は See Yeah 横にグッレディ、重ねたイメージ、音と共にマイクワンキープやセレ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 。エディーキコミタウンかけるフォースワン、街で伝うクラシックオールデイ、ムーブメント意味がわかるノースタンス、エピソードつなぐ意味を知って、自分のリリックス元に帰ってきてるマイクワン、引き込むライナー通さないバク酒で崩す目、フーディーはオーバーの X、 これで差をつける、ただ叫ぶやつの背中俺は見えない、キューリライメディシンはディラのサウンウェイブス、メッキ剥がすゴールチェーン、Think about it, エリアムーブシティライフでグッフィール、On the rail train, mind は heavy rain、 自分の言葉なぞってる best line、 吹いた breeze に何を思うモーション、登ってくステア揺れているネビのパワー、音に鼓動リンクしてるあのクラブのゲーム、それは自分たちのフェイス染み込ませたパイ。 Yes, one, two, show the three, cut a four, love, this night, our real彷徨うエリスム、そこに重ねるシルエット先は See Yeah、横にグッレディ重ねたイメージ、音と共にマイクワンキープやセレ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 。あの頃の理想現実との距離、綴るペンインクが目印のマイク、エアラインまで Go、 エアフォースで急ぐ、赤い目こすり街に出るメリーゴー、やがて沈むサンセットなりオーシャンビュー、指先のジョインブラダ右に回す、食われる前に食う、ガヨは黙らす、ステージの上からあいつに声届ける、ドラッグに頼ろうマイク、こいつで稼ぐ Please、 ツードで吹かす抜くスケッチ、エスタニジェイJust feel like Atomos, you are city、 俺の仲間胸に誇りあいつを思う、記憶刻むとないモノクロのクリーンウィッチ、失った仲間に早い無駄な死ね、ビッグツーの真下ビッグツー My life yo サーレンかゲス、俺仲間と掴むドリーム。インタイム897センサー、 DJ のカートゥーンが生放送でお送りしています。今夜はタワーレコードを立ち上げたサブミッションメディア、タワードアーズ発起人小見隆さんをお迎えしてます。いやどうも、タワーレコードの小見です、よろしくお願いします。いや今の2曲どうでしたか、もう心打たれたよ、相変わらず猛烈に良かったんじゃないでしょうか。まず1曲目のご紹介からしてもよろしいでしょうか。お願いします。1曲目ご紹介したのがフェイリルオールドシティという奈良県で活動されている4人組のバンドとなってまして、もうめちゃくちゃ聴いてるよ、すでに俺あ、もうすでにチェックされてる、タワドワーズのあの回数上げてるよ、およありがとうございます。もう本当に多分たまんないじゃないですか、ハウスと か、 なんかそこら辺のなんかディスコっぽい感じのものがあったりとか、エレクトロニックサウンドが中心で、すごいかっこいいクールな曲の、感じのバンドになっているんですけども、彼らですね、ファーストっていう EP をまだ出したばっかりですね、この前すごいね、その収録曲になってますね。で、メンバーの方がですね、この楽曲についてですね、映画のブレードランナーの世界で生きてる気持ちで書きましたって書いてあって、まさにその通りのなんか壊れたネオンサインが輝くような感じの、そうだ、ね、一曲になってました。フレンドリーファイヤーズとかバスティルとか、そういう感じの、そういうポップな感じの、音も感じられる一曲になってますね。ツイッターでも上げてるんで、ちょっと聞いてみてもらいたいなと思うんですけど、まあ、僕みたいに
ハウスとかテクノの DJ のしてる人からしても、もちろんそのリバーヘリデンスとか僕も大好きなアーティスト、ハウスの、メジャーなアーティストなんですけどとも似てるんですけど、曲のやっぱ展開の仕方がやっぱバンドっていう感じですよね。 そこがやっぱり面白い、あここでこう来るんだっていうのが、ちょっとレイブ感がこう出てくる。最初すごいミニマルなんだけど途中からレイブ感が出てくるみたいな、やっぱそこがちょっとバンあのやっぱ UK インディーロックがいや面白いんだよね。彼らのバック背景に入ってるんでしょうね。ストロークスとかも大好きだから、そうですよね。なんかやっぱそこら辺、メンバー US ロックとかそこら辺の背景があるそうです。で続いて2曲目ご紹介した8マイルエイリアンズ、ここのやばいんじゃないですか。このブーンバップを大胆に使った 90s への愛を溢れたこの 4MC の個性豊かなマイクリレー、超かっこいいんじゃないですか。俺マジでこのさ、自分で言うのもあれですけど DJ シャドウからのアンサーを俺は食らった感じでしたよ本当にいや来た来たっていうって感じですよね。 90s のサウンドなんですリスナーの気持ち俺ですよね。本当にすごいかっこよくて、その90s の愛に溢れてるんですけど、逆あのプラスで現代的なトラップビートも入れて、ラップはもうそのトラップとか、ね、現代なんだけど、作りはその、ジャジヒップホップ、ジャジヒップホップっていう言い方がまたなんだけど、このオールドスクールな作りをきっちり踏襲したところで落としていくこのブレイクの、すごいですよね。これもぜひツイッターからチェックしてください。本当に彼らは金沢で結成して今東京で拠点を置いている8人組なんですよ、ヒップホップクルーで。いいね、4MC で DJ トラックメーカーアートディレクターとかがいる。だからこの2組どっちともアートに近いっていう感じではないですけど、2組ともどちらとも自身でクリエイティブをやられてるっていうのがやっぱり、非常にこう世界観が2人とも曲からしてもはっきりしてるし、そうですね、ブレードランナーベリトールシティはもうモチーフにしてるって言ってましたし、80年代ね、8マイルズエイリアンズはもうちゃんと曲に現れてるから想像がつくし、もしかしたらその PV とかから入ってくるお客さんとかね、リスナーの人も多いんじゃないかなというような楽曲でございましたね、はい。ちなみに今、アートと音楽みたいな関係性の話をしてましたけれども、はい、小峰さん的には何かあるの、そのこう持論は、アートと音楽の関係性、アートと音楽の関係性で個人的にはやっぱり境界線っていうものは結構曖昧っていうか、あんまりないっていうものが僕の中でありまして、なるほど、やっぱり、アートっていうか、そのジャケット自体にもやっぱり楽曲の雰囲気が醸し出されたりとかもしますし、その音楽を聴いてなくてもそのジャケを見た瞬間に、おみたいなあの反応ができるものが結構あったりするので、そういう時になんかこのジャケ買いするっていうこの行為っていうこと自体がなんか アートの例えば美術館とか博物館とか見に行った時に、美術館おこれビビッとくんなみたいな感情がたまにあったりするんですけども、なんかその感覚でそのジャケを見た時にもおビビってくるっていうのがあったりとかして、聞いてみるとやっぱりおめちゃくちゃかっこいいなとかあったりするんですよね。例えば映画の音楽、サウンドトラックももちろんそうなんですけど、僕はバッファローとか、好きな映画とかたくさんいっぱいあるんですけど、やっぱこう監督とかその映画にまつわる人がピックアップしてる音楽とかコンピレーションを聞くと、なんかまたその単体で聞いた時と違うように聞こえたりとか、はい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 、並びによって違うように聞こえたりとかするっていうのも、なんかそこはそのアートというよりかは非常にこう作品性に対して音楽をこう与える影響みたいなことは結構僕は感じたりするんですね。やはりそうですよね、すごいそこのなんかこの影響というか、とてもジャケットからやっぱり感じるなっていうのもありますね。すごく DJ とかやってるとさ、例えばそのなんだろう、海岸線で夕暮れ時にかけるその曲と、なんかクラブで同じ曲かけた時って感じるものも違うし、出てる音も違うような感じもして、内容ももしかしたらさ、ヒップホップの人たちとかだとこうシーンによってこう同じ詩でも感じることが違うみたいなことは多分意識してる DJ の人たちたくさんいると思うんだけど、あやっぱそうですね、なんかそういうところからしてもなんかこうアートとの、音楽の環境とのだけど、兼ね合いみたいなのが非常に深いものも、ね、ありますよね。結構僕もなんかやっぱりそのアートとその
音楽の関連性って言ったらやっぱり一番有名なアンディ・オーフォルじゃないですかね。ベルベット・アンダーグラウンドのファーストアルバムだけですけど、彼がプロデューサーになって、まあ、現代アートの先駆者でもあるアンディ・オーフォルとの そこもやっぱりあの架け橋になったんじゃないかなと、まあ、なんかその曖昧になった瞬間でもあったんじゃないかなと個人的に思ってますね。いや実際さ、ベルベット・アンダーグラウンドを知らないし、アンディ・ウォーホルすら知らないけど、はい、あのバナナ バナナのジャケットは知ってるって、家にポスター飾ってあるみたいな人いるもん、ね、はい、いますね。だからベルベット・アンダーグラウンドの説明するときは、バナナのジャケット見たことあるって聞くと、とか、あの、またこれ、トレインスポッティングもそうだよね、はい、イワン・マクレガーも知らない、トレインスポッティングも知らない、はい、アンダーワールドも究極知らないけど、はい、あのポスター家に貼ってる人とかいるからね。います。そう。なんか そこの時代のカルチャーが好きで、この雰囲気が好きで貼ってるみたいなとか、うん、まあやっぱり T シャツとかもあったりしやすからね、そういうのも含めて。そう思うとやっぱでかいよな。でかいですね。やっぱそうするとやっぱファッションとかにも関わってくるし、なんかありますよね。なんか逆にユージン、あのカートゥーンさんの中で、いいよユージンでも。ホーム出た。どっちでもいいんですか。ダメダメ。カートゥーンです。カートゥーンですね。カートゥーンさんですね。今ちょっと、ま、ちょっと謝って間違えて。いいよ全然。カートゥーンさん。許しますか。アルザス、アルザス、ユーミンさんなんか今変なこと出てきましたけど、あの友人さんの中で、もうなんかぐちゃぐちゃですよ。もうあのいいカートゥーンさんの中で、うん、あの自分のそのジャケ買いをした中で一番一目惚れしたジャケットっていうのが、そのさっきの DJ シャドウって言っておっしゃってましたけど、他になんかあったりするんですかね。他なんだろうな。やっぱりこれはでもね、さらにそのジャケ買いの前のやっぱり俺セックスピストルズだと思う。ああやっぱ親父のともかくあるレコードの中で。パンクなんて知らない時から、なんだろう、セックスピストルのジャケットだけは、あの、はい、あのコラージュ、コラージュ感のそうファンジン的な感じの、あのコラージュ感漂うあのジャケットに、もちろんもうホリデーインザさんからやられてそう懐かしいです ね僕もコピーしたことありますよ。だってさ、もうイギリスに行きたいなと思ったのは、俺はもうクラッシュとセックスピストルズのおかげだから。あやっぱりそう 、うん、僕は逆にオアシスとかなんですよね、やっぱり起源が。でそこから遡ってってセックスピストルだったりクラッシュとかダムロとか聞いて、いや面白い、めちゃくちゃかっけえみたいな。オアシスからなんだ。えオアシス自体知ったのはどこから知ったの。オアシスが僕聞いてなかったら音楽目覚めてないんですよ。だからそのオアシスはどこで出会ったわけ。ベックっていう映画あるじゃないですか、あの佐藤健が出てる。マジで。あれで最後エンディングで Don't Look Back in Anger が流れるんですよ。流れる流れる。あれが僕高校生の時に、それまで僕うわすげーな、それまで僕ユイとテイラー・スウィフトガンガン聞いてましたよ。うん、もう今でも iPod のランキング1位ユイなんですけど。いやベックの漫画映画？あ映画ですね。うわーしかも映画か。そっから漫画全巻買ってそっち戻った読んで、それでオアシスから入ってってどんどん音楽にのめり込んでったんですよね。もうまさかの起源が、だからまさにそれはもうジャケ買いですよ。もう本当にそうですよ。もう本当にあのファーストのあのジャケット、セカンドっすね、あのドントロックバックヤンが入ってるあそこから買ったりとか、まあ、あと本当にそこからレッチリとかいろいろ聞き始め、ニルバーナとか、本当にもう懐かしいです。今思い出すともう本当に鮮明に蘇ってきますよ。ちなみにその時にさ、映画出会った時にベックのベックは知ってたの？知らなかったです。いやこれがねやっぱりこうその後っすよ。まさにあなたじゃないですか今日のテーマは。本当ですね。だってさ今の人たちっていうのはそれでそこから、まあ、ちょっとアニメとか漫画から入ってさ、そうですね、音楽を知ってくっていうのもあるんですよ。全然あるよ、はい、ベックはその後聞いて、うわベックも全然違うかっこいいって思って、あの漫画に出てくるベックと全然かあの音楽違うしちゃって、めちゃくちゃ驚いて初めて聞いた時。そうだよね、しかもベックってかなりアルバムによって全然バラバラだからさ。そうさ、カントリーだったり、うん、そうか、あれあのイメージ、ロックのあのイメージ全然ないぞみたいな。そうなんですよね。あの本当にだからベックもライブ見に行ったこと何回もありますし、ね、本当にそう、あのジャケ買いっていう、あジャケ買いっていうか、まあそのジャケ買いした経験っていうか、まあそのアートからの漫画からとかそういうのもあったりしますね。やっぱりなんかいろいろとやっぱりそこの音楽の先天ってやっぱりそう考えるとすごい広いなと思ってて、なんか結構そのアートと音楽のその感覚っていうわけじゃないですけど、結構その日本では個人的に、まあユージさんもロンドン行かれたこともあるので分かると思うんですけど、その距離が結構ちょっと多いなって感じることが個人的にありまして。そうね、もっとね近くにね、そうですね、行けばいいのに。すごい個人的には僕もロンドンも行ってその時に感じたのが、いろんな
美術館とか向いて回った時に、うん、まあ、その音楽との近しい部分もやっぱりライブハウスが近いとかでもありますし、すごいその 音楽との接点というか、まあ、その国民性もあると思うんですけど、そのアートがもう基本的に日常になってるっていうのもありますよね、まあ、今さ日本だとちょっと遠いって話もしてたけど、でも僕なんかは例えばアニメーションでいうと、その攻殻機動隊とコーネリアスさんがすぐやっぱくっついたりとか、はい、攻殻機動隊好きな人たちっていうのはあの音を聞いたらコーネリアスさんをこうね、はいはいはい、思い浮かんだりとか、ライブとかもね一緒にいろいろこうシンクしてやったりとかしているので、はい、結構その、まあ、難しく考えるとさ、今日のテーマも、はい、だっけ、ジャケ買いしたことあるかっていうのはもちろんあるかなしかあれなんだけど、例えばアニメから音楽をしたことがありますかとか、はいはい、まあ、そういった切り口でもいいので、メールもぜひぜひいただければなというふうに思っております。メールアドレスは ss@interfm.jp ss@interfm.jp です。さあ、ここからまたさらに引き続き小峰さんにはタワードワーズの方から、はい、選曲をしていただきたいなと思いますけれども、かしこまりました、ありがとうございます。では続けて2曲、セレクトしまして、1曲目がルビーレモンさんの、マリーメイドレインと、2曲目が英子さんの灰を続けてお聴きください。Thank you.
Sensor. 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 Enter FM. 897. Sensor. 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 Sensor.インターフが897センサー DJ のカートゥンが生放送でお送りしております。今夜はタワーレコードが立ち上げたキュレーションメディアタワードワーズの発起人小峰隆さんを迎えてます。どうもタワードワーズの小峰です。よろしくお願いします。いやこれまたぶっ飛びやばい2曲ありがとうございました。どうでしょうか。まず1曲目からご説明してもよろしいですか。イエスお願いします。はい、じゃあまず1曲目にご紹介したルビーレモンさんはですね、福岡を拠点に活動している、まあ、ベッドルームポップですよ。それこそ本当に前回話題にしたベッドルームポップ、うん、な感じのアーティストですね。結構本当にベーパーウェーブ感も感じられるエレクトポップなシンセサウンドとちょっとサイケデリックな感じのこのシンセ、もうこの夏にちょうど聴いたらもう本当にいいんじゃないですかね。涼しい系でキュートなメロディーが、この夏に合うんじゃないかなと思います。ちょうど今の時間帯ぴったりな感じなですよ ねこの湿気漂う外で聴いててもいいような感じでしたな、はいはい、本当に。でこれが最近出したルビーレモンさんの最新シングルになってまして、あのアートの藤本正綱さんっていう方とちょっと読み方間違ってて申し訳ないんですけど、カバーデザインしてまして、これもだからアートのすごい結構あのキュートなジャケットになってまして、あのこの方とのコラボの作品、コラボの作品というか、まあ、あのルビーレモンさんがこの、 あのアートというかデザイナーの方が好きで頼んで、依頼してジャケット書いてもらったそうです。で2曲目も紹介しちゃっていいですかね。もちろんお願いします。2曲目は A 子さんっていうですね、2018年頃から活躍されてるシンガーソングライター、まあ、アーティストなんですけども、このもう本当にこれこそジャンルレスというか、もう分かんなかった。またね、またこうジャンル分かんないって感じなのかもしれないですけど、本当に何なんだジャンル。でもめちゃくちゃ本当に次の時代のなんだろう、ガールズボーカル、まあ、ラップともまた違うんだけど、はい、こう到来を感じる、ちょっと結構ポストロックも混ざってんなって感じの雰囲気で、ポストロックとアンビエントをこの織り交ぜた感じで、お一人でやられてる感じ、全部作ってるんで、全部自分でプロデュースされてる方で、もうやっぱりもう アーティスト性がすごいしっかりしてる感じですよね。本当にもう結構個人的に歌声がこの蜂蜜のように甘くもバラのようにあるような、トゲのあるこの歌声がまたすごい痺れるなって思いましたね。なんかこう聞いたら忘れない声をしていたので、どんどん楽曲出してもらって、本当に英子さんはですね、今日新曲ドラッグっていう曲リリースされてまして、今度 EP が9月に出るそうなので、楽しみ、またその時もご紹介したらできたらいいです ね一言メッセージもいただきたいぐらいです。そうですね、はい、ぜひ本当にあのその時にまたいただけたらと思います。聞いてたらぜひよろしくお願いします。さあ今夜はアートと音楽の関係性みたいなことをテーマしておりますけれども、メッセージで、ジャケ買いしたことあるというふうに皆さんからメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、ボスダルさん、ボスダルさん、これ俺も超共感。デジタリズムのポゴねの12インチはジャケがかっこよくてジャケ買いした記憶あります。今も大事に保管しています。ちょうどだからこの頃の、はい、なんだ2000年代、はい、後半ぐらいか、キツネとかが出てきた頃だよね、はい、もう本当にもうキツネってさ、もう本当レーベルだけどフレンチエレクトロ、ね、はい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 、そこのグラフィックから入って買ったりとか CD から入って買って、はい、今やもうアパレルメーカーとしても確かになってますね、一大メーカーになってしまいましたんでね、はい、本当にすごい、まあ、音楽からそっちのファッションの方まで、ファッションというかアート、まあ、デザイン自体ももうかなりアート性高いなって感じもデジタリズムのこのポゴはしますね。ポゴからレイブ知った人もいるんじゃねえか、このニコちゃんマークから。 なんだニコちゃんマークって、そこからレイブカルチャー知った人もいるんじゃないかな、はいはい、結構レイブニュー、そうですね確かに、うん、だそんな感じがする、それから、ラジオネーム原田 B さんですね、こんばんは。自分がジャケ買いしたのはリーペリーのスーパーエイプ、やばいわかるわ22年前の高校生の自分はレゲエもダブも知らず、ジャケの絵がいいなと思って買ったのですが、内容はあまり可愛くない当時はハテナしか浮かびませんでした。いや今は大好きです。わかるわ、分かります、ね、スーパーエイプってめちゃんこ、これもうツイッターに上げてる、あ上がってる、こう見て見て見て、本当に
もうダブって何っていう、これ高校生で買ったら多分絶対分かんないんだろうけど、大人になったらこうさらにぶっ刺さるよね。リンフェリーとかもずっと聞いてられるもんな。ですね、本当にもうずっと、もう僕も初めてこうダブのジャンルを知った時に、まあやっぱり聞くものだって。そうだね、このリーペリー通るもんね。通るもん、リーペリーは通るんですよ。でこのスーパーエイプのジャケ見た時、えこれみたいな、こんな こんなっていうか、すごいなんかレゲエからかなり遠ざかってるけどみたいな。でもさ、このなんつうのスーパーエイプのこう流れってさ、こう、まあ、ジャケで言うとさ、はい、今で言うとメジャーレーザーとか聞いてる人たちもこの辺いけるよ多分。なるほど。今2000年代出しても、はい、そうベッドルームポップ作ってる人たちは分かんないけどでも全然トラップとか聞いてるやつはおー食えるぜみたいな。なるほどなるほど。そうそうそう、結構だけどサウンドはめっちゃダブだけどラップしてねえじゃんみたいな。結構でもジャケ今これリバイバルしそうな感じありますよね、このデザイン性から見て。わかるわかる。ただリーペリーのイメージは全くこのスーパーエイプはない俺も確かに、うん、ジャケは覚えてるし、もちろんリーペリー僕もね、あのただ7インチばっかりで僕持ってるんで、はい、あるんですけど。そうですね。いやありがとうございます、メッセージの皆さん。バツンときましたね。いやいや、さあここで気になるニュース、はい、小峰さんからいただきたいなと思うんですけど、1個ですねありまして、これはちょっと2週間前ぐらいのニュースになるんですけど、コンプレックスに出てて、うんうん、まあ、ミュージックアリーでも、和訳されている記事が出てて、題名からしてインパクトすごいんですけど、ドレイクがインディペンデントになったら音楽ビジネスは終わりっていう題名で、なんてセンセーションなのこのタイトル。この題名からうおってなって、なるなる、まあ、本当に、このニュースを見てたんですけど、ちょっと解説して。もう題名だけじゃみんなドキドキしちゃって、音楽関係者はこれなんか起きてんじゃねえかインターFMでって思っちゃう。思っちゃいますね。アメリカのこのニュースの発端ですね、アメリカのディストリビューターのユナイテッドマスターズの CEO のスティーブ・スタウトさんがですね、今後大御所アーティストは従来のレーベルシステムの外で活動するようになるだろうっていう発言したんですよね。まあ、その中でドレイクぐらいの人気あるアーティストがインディーなことになったら、メジャー従来メジャーの中心のビジネス構造はぶっ壊れるじゃねえかみたいなことを発言したんですよね。そこからこのニュースの題名になって、本当にいやこれってもしかしてメジャーとインディーの境目がだんだんなくなってきてるんじゃないかなっていうのを、そういうことを示唆した発言っていうか、でもさニュースになってまして、ドレイクって割とこうインデペンデントで出てきたイメージはあるよ。インスタとかから使う、ね、はい、SNS が生んだやってきたグラミーとかもうこう、はい、そういうイメージあるよ。ですよね。それでもだから流通に関してはメジャーですね。そうメジャーからやってっていうので、このままもしメジャーからメジャー、まあメジャーにそのディストリビューションを任せないでインディペンデント自分自身でやったらとなると、やっぱり結構メジャーレベルはこの恩恵を受けてるんですよね。本当にまあお金金額的に言ったらですね、教えて、まあ、ドレイクは60週間にわたって週に1000万ドル、まあ、約10億7000万円を稼ぎ続けられるでしょうって。1週間でね、はい、1週間で。それサブスクリプションとか、もし、まあ、CD とかも全部入れてる、完璧完全にインディペンデントで最新アルバムをリリースしたらって感じで、本当にすげえなっていう。もうだからもう1曲レコーディングで5万ドル、うん、530万費やした場合、理論的には経済性を反映し、その1曲から週に100万ドル1億700万円を一生かけ続けることができるんですよって。もうこれこそでもアメリカのいわゆるそのなんていうの、成り上がりですよね。すごいですね。これこの発言自体はラス、あのラッパーのラスが発言してまして、なるほど、ね、いやこれもうだからこれすごいなと思って、まあ1個もう1個絡めて言う、これインディペンデントとインディーとメジャーの境目が分かんなくなったっていう、もう一個のテーマを出すとするのはやっぱテイラー・スウィフトの最新作ですかね。来たこれ、もうどうもうこれ戻ったよびっくりしましたよ。もうテイラー・スウィフト僕大好きで、ずっと1枚目からっ、ね、さっき もうオアシスの前にそうです、もうテイラー・スウィフトずっと聞いてて、ファーストのそのもうカントリー時代からずっと聴いてて、いもうでだんだんこうカントリーからロックポップスに行って、もうポップのもうポップシーンのもう歌姫ではね、もうすごい君臨して、もしかしたらいつかカントリーの方に戻ってくるかもしれないってっていう期待はあったよね。あったんですよ。でも結構言われてて、言われてた、言われてた、まあ、音楽メディアでも言われてて、それで今回出てきて、もう今回ザ・ナショナルズのギターの方と、ナショナルズのですね、
まあ、ギターの方と組んで今回ボンイベールもフィーチャリングしてるっていうこのアルバムになってまして、これってさ、なんつうの、あのもう仕込まれてたの、こう今度は、まあ、こうなんていうの、戻そうってこうメジャーも含めて違うんですよね。もう彼女自身が今回コロナの状況になって自粛、まあ、生活になってから4月ぐらいから今回このアルバム制作したらしくてですね、その、本当に不意にザ・ナショナルズのメンバーの方に、今回楽曲作りませんかってふと投げたんですよね、メールで。そしたらすごいね。そしたらじゃあどんどん作っていきましょうって、まあ、ギターのそのアーロンっていう方なんですけど、アーロンさんの方なんですけど、その方も結構楽曲をもう元々作ってあって、それをテイラーに投げて、テイラーがこんな感じでどうって返したら、これめちゃくちゃいいんじゃないかと思って、ボンイベールとかいろんな仲間を呼んで今回作って、フォーク、もうフォークとか本人同士がつながって、そうです。でもインターネット上でオンライン上で作られて急に発表したんですよ。そう、なんかテイラー・スウィフトって僕もね、音楽業界いろいろこう DJ もしてながら世界の音楽を見てるけど、非常にマーケティングがうまいアーティストだなっていうイメージはあったけれども、ありますよね本当に、こんな、戦略かなって思ったけど、戦略的です、もう戦略的だと思うんですけど、今回は多分本当に完璧パーソナルな音楽なんじゃないかなって、もう本当に僕人的には思いますね。本当にもう、アルバム通して聴いてほしいよね。本当に聴いてほしいです、この素晴らもう今まで の, そのポップ、前去年出したラバーと全く打って変わって、もうびっくりしちゃったよ。あんなアットパニックザディストとかあとフューチャリングしたの楽曲全然違うし、もう全然ポップな楽曲から一気に戻ってインディーファンの心を掴んじゃう、この掴みまくったよね、もう掴みまくって、まあ、このアルバム出たことによってインディーとメジャーのこの境目が結構曖昧になってきたんじゃないかなと思って、まあ、この2つのニュースっていうか、ニュースっていうわけではないですけど、まあ、なんかあの関連性があるんじゃないかなと思っています。いやでもドレイクとテイラー・スウィフトっていったら今のこの音楽シーンでいうともう巨頭じゃない、はい、もう目立っている、本当ですよね、巨頭ですよ2人、こう2人のこうね、一挙手一投足にこうみんなが着目してて、はい、もちろん SNS 上もそうだしさ、はい、発言もそうなんじゃん、はい、もう本当にすごいですよね。こういう切り口で小峰君からこう解釈してもらえるとなるほどなと思っちゃいますね。っていうもっともっとテイラーする人のこと語りたくなっちゃいますね。もうちょっとナードなんで。いやもうダメ。あもうダメですか。もうバンド終わっちゃうから。ですか。だからもう曲まだもう一曲言ってほしいから。あもう一曲、えもしかしてこれ最後ですか、いくいく、もう52分もう番組終わっちゃうよ、ちゃうの本当に、もう家でやってくれそっから、じゃあもうですか、そっから小峰のナードトークはもう家でやってください。ちょっともうパワハラってことでセンサーのコールセンターに連絡しちゃいました。ないないない、インターフェムに連絡するやめて、あちょっとまあそうそうそう、みんなもそういうのメールするやめて、あちょっと、もう時間がなくなっちゃうんで、ちょっともう仕切ったね小峰君から、ちょっと MC の座を53分ちょうどだから今、はい、では最後に、タワーバーズが注目してる海外のアーティストオリビア・ディーンのザ・ハーデストパートをお聴きください。サインタイム897センサー DJ のカートゥーンが生放送でお送りしてきました。さあ小峰さん、はい、曲の紹介だけお願いします。はい、最後に紹介しました、オリビア・ディーンなんですけど、ロンドンで活躍する UK の、R&B シンガーになってまして、もう本当にこのもうシルキーでまろやかな感じの歌声、もう次世代次のジョージア・スミスっていう感じのもう注目を浴びてるシンガーになってますので、ぜひ、注目してみてください。さあツイッターの方でも情報出しますので、ぜひこちらもチェックしてください。タワードワーズホームページもぜひ YouTube チャンネルチェックしてください。さあ明日のセンサーですけれども、渋谷にはリスニングバーとかレコードショップたくさんオープンするなど、ダンスミュージックラバーには今週明るいニュースもちらほらあるということで、明日のテーマはあなたの周りのちょっと明るい話題でお願いします。なるほど、ぜひメールお待ちしております。メールアドレスは ss@interfm.jp ss@interfm.jp です。19時半頃には我らが大先輩 DJ エンマさん登場していただきます。もうね、エンマさんすごい、こう多分コロナ禍でのパーティーどうだとか、もうそのオンラインどうだとか、多分いろんなことを語ってもらいたいなと思っておりますので、ぜひエンマさんへの質問などなども お待ちしております。 ss@interfm.jp までよろしくお願いします。さあ小峰さん、来週もまたぜひバッチリよろしくお願いします。本当に最後でちょっと悲しいですが、また来週楽しみにしてます。